大井競馬9レースサマーナイトショー1600です能力偏差値ですが B ランク1等 C ランク4等のレースとなりますこれから偏差値上位馬の適性分析を指数グラフで解説していきます最後に適性を反映した予想印を公開しますそれでは指数グラフへ切り替えます指数グラフの基本的な見方ですが横軸は日付の時系列 右端が今回のレースとなっています。指数は青色の折れ線で表されます。黄色線は連帯目安ラインとなります。この黄色線を上回っていれば高指数と判断できます。それでは指数グラフを使い解説していきます。暫定20丸を打っています。2枠2番、アイノブライアンです。能力偏差値はトップで、偏差値ランクは B ランクとなります。金5層では、2層前に黄色線を上回っています。 能力的には上位混戦の一等で連帯資格は十分です。距離適性を見ていきます。距離は紫色の丸です。今回は1600メートルとなります。指数がピークとなっているところを見ていくと、2走前はピンク色の着順が1着で紫の丸が1800。昨年の10月はピンク色の着順が1着で1800、1800が適距離ですが。 昨年の9月の紫の丸、今回と同距離の1600では停止数となっています。1600は若干短い可能性が高いです。展開面を見ていきます。先行力分析シートに切り替えて、一角進入予想図によりレース展開予想を解説します。右側の一角進入予想図ですが、逃げ馬が1頭います。先行タイプが3頭います。この一角進入予想図の状況からは、 ミドルペースが予測できます。客室による有利不利は少なそうです。指数グラフに戻って、この馬の客室を見ていきます。一角通過順位は、オレンジ色の四角で表されます。指数がピークとなっているところを見ていくと、2走前は2番手からの競馬です。昨年の10月は花を切っての競馬です。逃げ、先行が良いタイプです。展開分析シートを見ていきます。先行力は58で2位です。 上がり指数は38で7位です。まずまずの先行力で先行できそうです。展開面は若干のプラス評価をしていいです。次の馬を解説していきます。暫定丸を打っています。4枠4番。ゴールドレガシーです。能力偏差値は2位で、偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では2層前四4層五走5層前に黄色線を上回っています。特に4層前は、 黄色線を13上回る優秀な指数をマークしています。能力的には、上位根線の一等で、連帯資格は十分です。指数の青線の傾向を見ていきます。指数の山と谷が交互に来る傾向があります。交互タイプなら、今回は指数を上げる順番です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、2層前は、紫の丸が1600、4層前は、 紫の丸が1800 1600は守備範囲です展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと2層前は後ろから4層前は8番手からの競馬です中段より後ろ目からの差しが良いタイプです展開分析シートに切り替えます先行力は57で3位です上がり指数は60でトップです高い上がり指数で鋭い差し足が見られそうです展開面は。 プラス評価していいです。上適性を見ていきます。指数の上の漢字が開催場を表します。ここが数字だと当ー大井での出走です。地方での指数は中央より指数を下げています。上適性はマイナス評価した方がいいです。次の馬を解説していきます。暫定黒三角を打っています。6枠6番サブの白鷹です。能力偏差値は3位で、偏差値ランクは c ランクとなります。 金五層では、三層前に黄色線を上回っています。能力的には、上位混線の一等で、連帯資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、三層前は、紫の丸が1650、昨年の9月は、紫の丸が1650、1600は守備範囲です。展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、 三走前は4番手からの競馬です。昨年の9月は2番手からの競馬です。好位からの競馬が良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は45で7位です。上がり指数は29で10位です。先行力は評価できません。好位につけられないリスクがあります。展開面は、若干のマイナス評価した方がいいです。次の馬を解説していきます。暫定白三角を打っています。 1>, 1枠1番、ウェイキーです。能力偏差値は4位で、偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では、2層前、3層前に黄色線を上回っています。能力的には、上位混戦の1等で、連帯資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、2層前は、紫の丸が1800、3月は、紫の丸が1600。 1600は守備範囲です展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、2走前は花を切っての競馬です。3月は4番手からの競馬です。逃げ、先行が良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は48で4位です。上がり指数は32で8位です。平凡な先行力で先行できないリスクも若干あります。展開面のリスクは少ないですが、 大きくは評価できないです次の馬を解説していきます暫定罰を打っています8枠10番サステナブルです能力偏差値は5位で偏差値ランクは C ランクとなります金5層では黄色線を上回ったことがありません能力的には上位馬には一歩劣りますが連帯資格は十分です距離適性を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと2層前は 紫の丸が16005層う前は紫の丸が18001600は守備範囲です展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと2走前は8番手からの競馬です5走前は6番手からの競馬です中段より前目からのちょい差しが良いタイプです展開分析シートに切り替えます先行力は59でトップです上がり指数は48で3位です まずまずの先行力で、前目につけられそうです。展開面は、若干のプラス評価していいです。ババ状態を見ていきます。ババ状態はグレーの丸で表されます。ババが渋ると、指数を上げています。明日も、ババが渋れば、プラス評価していいです。上適性を見ていきます。地方での指数は、中央と変わりありません。過去1年間の対戦成績を見ていきます。 暫定20丸を打った2番の対戦成績は、4番に対し1勝0敗、6番に対し2勝1敗と勝ち越しています。2番の対戦成績は、高評価できます。暫定丸を打った4番の対戦成績は、2番に対し0勝1敗、6番に対し0勝1敗、1番に対し0勝1敗と負け越しています。4番の対戦成績にはリスクがあります。 暫定黒三角を打った6番の対戦成績は、4番に対し、1勝0敗と勝ち越しています。6番の対戦成績は、高評価できます。暫定白三角を打った1番の対戦成績は、2番に対し、2勝0敗、4番に対し、1勝0敗と勝ち越しています。1番の対戦成績は、高評価できます。暫定罰を打った10番の対戦成績は、有力馬との直接対戦がありません。 評価対象外です。以上の適正分析を考慮しました。最終の予想印です。本命二0丸を打ったのは、2番、アイノブライアンです。能力偏差値は、トップの B ランクです。距離にリスクはありますが、展開とレース感覚と対戦成績を高評価しました。対抗丸を打ったのは、4番、ゴールドレガシーです。能力偏差値は、2位の C ランクです。 対戦成績と上適性にリスクはありますが展開と調子を高評価しました黒三角を打ったのは1番ウェイキーです能力偏差値は4位の C ランクです対戦成績を高評価しました白三角を打ったのは6番サブノハクタカです能力偏差値は3位の C ランクです展開にリスクはありますがレース感覚と 対戦成績を高評価しました×罰を打ったのは10番サステナブルです能力偏差値は5位の C ランクです枠順にリスクはありますが展開とレース間隔を高評価しました以上指数グラフメソッドによる能力適正予想の例を紹介しました指数グラフに加え新聞コメントや調教などの情報も加味すれば必ず回収率向上につながります ぜひ、指数グラフメソッドをお試しいただきご自分なりの予想方法を確立いただければ幸いです。